世界ミステリーチャンネルへようこそということでですね、今回はですね、まあ毎年恒例になってるんですけれども、プレゼント企画の動画となっております。まあまあいつもね、たくさんの方にご視聴いただいているので、その感謝の気持ちを込めてということなんですけれども、早速ねプレゼントを紹介していこうと思います。まずはですね、こちらですね、これ T シャツなんですけれども、ちょっと広げますね。まあバックプリントになっていまして、まあ前は無地となっております。こんな感じですね。はい、まあ、こちらね、自分斧投げというものをやってるんですけれども、そのねチャンピオンシップというのが12月の最初にありまして、まあそれにね着ようかなと思って注文していたんですけれども、間に合わずねこれ着れなかったんですよ。なので一応新品となっております。まあ残念ながらね、チャンピオンシップは優勝を逃してしまいまして、準優勝という結果になったんですが、まあね、その記念ということで、まずはこちらの、はい、T シャツをですね、プレゼントの一つにさせてもらおうと思います。まあ、こちら、サイズはね、まあ、自分でね、オーバーサイズで着ようと思ってたので、XXL となってかなり大きいのでね、まあ、体の大きな男性も着れるんじゃないかなと思います。じゃあ、まずは一つ目。はい。オリジナルの斧投げ T シャツですね。はい。続いてのプレゼントはですね、こちらがね、毎年恒例になっているんですけれども、12月のね、8、9、10、11の4日間でね、東京ミネラルショーというものが開催されていまして、まあその最終日に行ってきたので、まあ好物をプレゼントしようと思っております。じゃあ早速ね、紹介していくんですけども、まずはね、一つ目。こちら、レムリアンシードになっております。はい。こちら、レムリアンシードとなっております。もうこんな感じ。詳細はね、またちょっと、ツイッターなどに、まあ、X か、X などに画像を載せますので、そちらでご確認ください。まあ、これが一つ目、レムリアンシードですね。サイズそんなに大きくないんですけれども、形も綺麗ですし、レムリアンリッジっていうね、特徴もよく出ているので、なかなかいい石じゃないかなと思います。はい、それで二つ目の鉱物は、こちら。ちっちゃいですけどね、リビアングラスとなっております。はい、こちらリビアングラスですね。見えますかね。はい。まあ、こんな感じですね。まあ、このリビアングラスっていうのはね、まあ、リビア砂漠の方で取れるんですけども、地球にね、隕石がぶつかった時の、熱で、地上のね、ガラス成分が溶けて固まった、鉱物となっております。まあ、これね、昔古代エジプトなんかでは、あれですね、装飾品に使われていまして、これでスカラベを作ったりなんかして、こう、リビアングラスのスカラベなんていうものも多分見ることができると思うんですけども、まあ、そこそこね、珍しい石となっていますので、まあ、これ欲しい方はぜひ応募してみてください。はい。で、最後はですね、こちら。シバリンガムですね。はい。こちら、シバリンガムとなっております。まあ、ちょっとぼやけちゃいましたけど、この辺で見せた方がいいかな。はい。こんな感じですね。はい。まあ、シバリンガムはですね、まあ、インドなんかの方で、シバ神のね、進行する時のリンガストーンというものがありますけれどもね、まあ、それにちなんだ鉱物となっております。これ結構サイズ大きめになってますので、まあそんなに珍しい石でもないんですけれども、まあね、ぜひ欲しい人は応募してみてください。というわけでちょっとね、駆け足になってしまったんですけれども、プレゼントはね4つになります。レムリアンシードと、リビアングラスと、シバリンガムと、それと T シャツですね。応募方法の方はですね、X の方で、応募とさせていただきますので、詳しいことは X の、ポストの方を見ておいてください。応募期間はですね、この後、概要欄の方に、X の、ポストのね、URL を貼っときますので、そこからご応募となります。で、応募の条件としては、リポストですね。引用リポストじゃなくて、リポストをしてください。そのリポストが抽選の対象となりますので、ぜひね、間違えることなく、リポストしていただければなと思います。まあまたね、普段の動画の感想などをね、そこのリプにしていただいてもいいですし、この動画のコメントにしていただいてもいいので、ぜひね、何かありましたらよろしくお願いします。それでですね、今日が12月の13日ですので、ね、応募期間は1週間とさせていただきます。なので、ですね、12月の20日ですね、20日から21日に変わる、11時59分までとしますので、まあ、そこではもう時間区切ってポストしちゃうのでね、それ以降は抽選の対象とならないので、ぜひ気をつけてください。まあ、詳しい応募方法は、この動画の概要欄と、まあ、X の方も、ご覧いただければなと思います。
というわけでね、今回はまあ短い、プレゼントの動画となっておりますが、ぜひね、今後とも、世界ミステリーチャンネルをよろしくお願いいたします。まあ、またね、もう12月であと少しで今年も終わりですが、年末の挨拶もまたさせていただきますけれども、来年もね、よろしくお願いいたします。というわけで今回はプレゼント企画の動画でした。まあ次回は普通の動画をお送りしますので、またね、そちらの方もぜひご覧ください。というわけで世界ミステリーチャンネルでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。